このビデオでは、ケルヒャーの窓用バキュームクリーナー WV50 プラスの最安値ショップをご紹介しています。この動画の下の概要欄にリンクがあるので、お急ぎの方はそちらからどうぞ。さて、冬は窓ガラスの内側に結露しますよね。これを放置しておくと、だんだん下に降りていって、サッシの下の方がびちゃびちゃになるでしょう。これまでは雑巾で拭いていたんだけど、2、3度水を絞りに行かないといけないのが面倒だったのよね。それで6000円ほど奮発して、この窓用バキュームクリーナーを買ったわけ。これは結露した水を吸い込むのよね。1回の充電で家中のガラス窓全部の結露を吸い取ってくれるやつ。溜まった水は流しに捨てるだけ。もし窓ガラスの結露で困っている人がいたら、ケルヒャーの窓用バキュームクリーナーをどうぞ。そうそう、浴室の壁の結露も吸ってくれるわよ。動画の下の概要欄に最安値ショップへのリンクがありますので、どうぞお使いくださいね。